歴代天皇を雑に見るだけの動画、今回は純な天皇を見ていく。先代で兄の嵯峨天皇と青年宝玉年があまり変わらないので、嵯峨天皇で語った部分と重複する部分も多い。注目すべきは、嵯峨天皇は皇位継承に対して積極的に関わり、純那天皇は積極的というか関わりを持ちたくないような動きが見えたところかな。日本の第53代天皇、在位823年、弘仁14年から833年、天長10年まで。諱は大友、和風四方は大和猫、天の高譲る野党の御事。追号の純那天皇は、上位後の在所だった純那院から取られた。また、純那院の別名が西院であることから、西院の帝、西の帝の意匠がある。平城天皇、嵯峨天皇の異母弟である。歴代天皇の中で唯一散骨された。略歴、実績。桓武天皇6年、延暦5年、786年、1歳。父は桓武天皇、母は藤原の桃川の娘の旅子。第三王子として生まれる。この年に異母系である嵯峨天皇も生まれている。桓武天皇7年、延暦6年、787年、2歳。聖母の藤原の旅子が死去。これを憐れんだ桓武天皇は、弁官、朝廷の最高機関の糞屋の与己の妻で有能な女官である平田尊王に大友の親王の母代わりとして育成させたという。桓武天皇18年、延暦17年、798年、13歳、元服し、三品、兵部卿となる。桓武天皇24年、延暦23年、804年、19歳、異母兄弟である、古氏内親王、桓武皇后藤原乙室の娘を妃とし、間に常世親王を設けた。この時代に珍しくもない兄弟婚である。桓武天皇26年、平城天皇元年、延暦25年、大同元年、806年、21歳、治部卿となる。父の桓武天皇が崩御する。日本後期によれば、大友親王は不定の死を機会に親戚降下を願い出たが、平城天皇に遺留されている。桓武天皇直系、藤原乙室の娘の子である常世親王の皇位継承権の喪失につながるとして受け入れられなかった。平城天皇3年、大同3年、808年、23歳、中津笠紀保となる。嵯峨天皇2年、大同5年、弘仁元年、810年、25歳、クス子の変と呼ばれる政争が発生し、時の皇太子の高岡親王が廃された。代わりに桓武天皇嫡系に最も近い皇族が皇太子に立てられるはずであった。この時点で適していたのが、大友親王の妃の古氏内親王が藤原乙室の娘であるため、その子の常世親王が適していた。だが、諸子とはいえ、桓武天皇の王子である大友親王を飛ばして、その子を皇太子に立てるわけにはいかなかった。そのため、嫡子ではない大友親王が皇太帝として立てられた。嵯峨天皇15年、純那天皇元年、弘仁14年、823年、38歳、嵯峨天皇の上位を受け、皇太帝の大友親王が即位、53代純那天皇である。これに伴い、大友氏が友の氏と改姓している。天皇の御名と同姓なのは恐れ多いと大友氏が判断したからだと言われている。即位に関して、
順な天皇個人が望んだ皇位継承ではなかったとされている。そもそも平成天皇元年に親戚降下を願い出たのは、もしも平成佐賀両天皇が自己の異母姉妹、桓武天皇の内親王との間に男子を設けた場合に、自分や常世親王が邪魔者とみなされ、長部親王や佐原親王のように皇位継承争いに巻き込まれることを危惧したからである。その考え方からか、即位後も常世親王ではなく佐賀天皇の王子である真皿親王を皇太子に擁立した。在位中に常世親王が病死したため、皇位は混乱なく真皿親王、仁明天皇に継承された。しかし仁明天皇は順那天皇と政子内親王、嵯峨天皇の皇女の間に生まれた常定親王を皇太子に擁立した。順那上皇は有力貴族の後ろ盾のいない息子常定親王が仁明天皇の皇太子になったことに不安を抱いていたとされ、忠実な側近藤原義信に親王の皇子を託したが、その不安は上和の変として現実のものとなった。政治面では清原の夏の羅、料理の豊養を積極的に行い、地方の政治の荒廃を正した。また土地対策を行い、律令制度再建に努め、治水事業にも意を用い、税収の増加に努めた。また領義の下、律令の解説書や日本後期の編纂が行われた。詩文を好み、作品は良運集、文化修例集、警告集に多数収める。清掃もなく、表面的には比較的平穏な時代であった。順那天皇11年、仁明天皇元年、天長10年、833年、48歳、仁明天皇に上位し、太上天皇となる。住居を順那院に移す。当初、上皇の称号と待遇を辞退した。仁明天皇6年、上和7年、840年、55歳、崩御。死にあたり、白葬を衣装としたため、京都大原の祭院に散骨された。ほぼ年が同じ嵯峨天皇の視点では、積極的に順那天皇と交互に皇位を継ぐ兄弟皇統の設立を目的とした動きがあったように見えた。だからお互い自分の子ではなく甥を皇太子に立て、兄弟の血縁で固めようとしていたと見られた。しかし順那天皇は消極的に自ら真の立場に引こうとしている。まるで権力闘争から逃げるような動きが随所に見られる。甥の仁明天皇が自分の子の常定親王を皇太子に立てることを反対していたような動きさえも見える。ただ嵯峨上皇との間は円満であり、政治も安定していた。しかし順那上皇の崩御から2年後、政治安定の要であった嵯峨上皇も崩御する。そこから安定していた政治が崩壊していくのである。清和天皇期830年頃の世界は、ヨーロッパから順にイベリア半島に皇ウマイヤ朝、フランク王国は広大な領土の支配権をめぐって内部抗争が起きる。ギリシャ・トルコの地に東ローマ帝国、オリエントを中心とするイスラム勢力のアッバス朝は衰退へ。インドはラージプート時代、中央アジアではウイグルとトパンの他にアッバース朝から分離独立したターヒル朝が成立。大陸の東王朝は貴族が政界を舞台に対立し、一度復活しつつあった国力を弱める。東の北方に喫端、半島は新羅、その北方に渤海、アメリカはマヤ文明が存在した。次回は
第54代任明天皇を見ていく。今回はここまで。